皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、日銀新総裁に植田さんということで政府方針で、これを受けてですね、為替がまあ2円ぐらいですかね、大きく円高に動いているんですが、まあこれニュース紹介するっていうよりは、ちょっとその為替の動きを、ニュースの動きですね、ニュース受けて為替の動きと、まあ来週の、アメリカ CPI に向けて、まあだから14日が結構メインだと思ってるんで、向けての、まあ読みというかですね、を喋りたいと思うので、まあほぼそのトレーダーの人向けというかね、為替メインの読みで、見ていただければと思います。で、政府はですね、4月8日に、任期満了する黒田総裁の次ですね、後任に植田さん、71歳を、企てる方針を固めたということで、で、まあ、副総裁もね、内田さんとか、郡見さんって読むのかな、これ。で、まあ、この予定というか、雨宮さんっていう感じで、ややね、円安方向に動いてたんで、まあ、そういう意味ではサプライズなんですけど、まあ、別に雨宮さんっていう情報が出ただけで決まってなかったですし、まあ、今回ちょっとその相場が荒れてるのは、その植田さんっていう方が、どういった政策で来るかっていうのが、特に読めないって。だから、なるかもっていう候補者じゃないですけど、予想が、まあ、8人ぐらいいたわけですけど、その中でこの人だったら結構円高、まあ、鳩派路線、高派路線とかいろいろあったんですけど、この人に関しては結構読みづらいっていう人が選ばれたっていうことで、まあ、上下激しくいく可能性もあるし、まあ、実際ちょっと、為替のね、動き見ながら行くとですね、はい。で、ここから為替の動きを見ながら行くと、まあ、昨日の夜ですね、まあ、131とかかな、130に割り込むぐらいまで落ちてたんですが、そこからね、また円安 131.78 の壁があるんですけど、に、上がっているとか、円安で進んできたんですね。で、そのさっきのニュースですよね。その日銀の次期総裁候補というか、の、ニュースで、今こうやって、131.8 から129.8 なんで、丸2円ですね。ちょうど2円落ちた形で、で、またちょっとリバウンドとかありますけど、まあ落ちた、状態で推移しているということなんですが、まあ、こっからの動きとしては、まあ、今後その、今のね、その総裁で副総裁の方の方針が、まあみんな調べると思うんですけど、で、それで結構過去のね、発言とか、まあ言動から結構高派なんじゃないかとかね、アベノミクス金融緩和変えてくるんじゃないかとかだったらまた円高に動くし、ちょっと慎重路線というか、このまま現状維持なんじゃないかってなれば、また円安に動くっていうのは、これは日銀目線で見た時だけなんですよね。で、最初に言ったその14日に向けてというか、14日に確かね、アメリカの、CPI の発表があったと思うんですけど、そのイベント、一つのイベントでそこまで、こだわるってことはないんですけど、まあ、その CPI が大事ってよりは、前回の雇用統計がちょっと異常な数値で円安を示すようなね。だからまあ、円安を示すっていうか、まだ利上げが必要な状態、リセッションじゃないというかね、数字だったんで、今回、また CPI が結構高いと、これ予想ではね、あと1回2回、まあ、0.25 上げればいいかなっていうぐらいの、まあ、130前後の動きだったんですけど、これでまたね、数字が大きくこう、円安になるようなね、数字が出てくると、
ちょっと利上げプラス1回ね、まあ、0.5 とか 0.25 が1回追加されるんじゃないかっていうことで、まあ、そうなると、まあ、年末には落ち着くと思いますけど、目先1ヶ月、2ヶ月、まあ、134とかね、135は意識するぐらいの円安は全然あり得るかなっていうふうに、思います。まあ、なので、今ちょうど2個見なきゃいけないっていうのがちょっとまあ、めんどくさいというか、まあ、いいふうに考えればね、今日みたいにこう日銀のサプライズで大きく取れるし、まあ悪い風に考えれば、せっかく日銀で2円円高になったけど、そのアメリカの数字で2円円安になったとかっていうこともあり得るんで、まあ捉え方次第だと思いますけど、まあここかなり難しいですね。2個把握してニュースチェックしなきゃいけないんで、その日足、今5分だったんですけど、日足で見ると、まずここでね、雇用統計のイベントがあったわけですよね。だからここで128から、まあ、日をまたいで。で、この、これ金曜日だったんですけど、この大きく窓を開けたのは、月曜日にその雨宮さんっていう方かっていう、報道で窓を開けて大きく円安に行ったんですが、まあ、そこからね、窓を閉める形で、ちょっとまあ、材料出尽くしというかね、落ち着いてきて、で、日足で見ると、昨日、おとといと下髭の陽線なんで上がってもおかしくない日足だったんですよね。なんですけど今日その今読み上げたニュースですよね。日銀のそのサプライズで、円安に、あ、円高ですね。円高に落ちてると。まあただこっから、下にね130割れに落ちる可能性も全然ありますけど、昨日とかもかなり落ちたところから夜だけで下髭の陽線まで戻したんで、まあ、この後ね一気に戻すっていう可能性もあるんですけど、まあ、こっからの動きはね今、急ピッチでね結構、まあ、今日イベントとかがそんなに多いわけじゃないんで急ピッチでその新内閣というかその新体制の今日の人に関しての方針を調べてると思うんですね。だからそれのニュース、続報が出たりとか、この人過去に結構、タカ派の発言してたよっていうニュースとかね、まあ、独自で調べた人たちが、それで山を張ってくるっていうことになると、そっちの方向に動くと、だからそっちっていうのがわかんないんですよ。結構謎な人が、選抜されるとかね。この人は学者かなんかだったと思うんですね、上田さんって。だからまあ難しい。じゃあ難しいですし、まあ、流れについていくってやついてっていいのかなと。だからニュースが出て、結構その小さすぎるニュースだとまだみんなが見てないんで、大きいニュースですよね。ある程度大きな報道で、この人は結構、方向転換しそうですよとか、政策転換に意欲的ですよとかのニュース出てからついていくのでもいいかなと。まあ、それぐらい今、その、為替のイベント並みに、このニュースが大きな影響を与えてると思うので、まあ、それに後出しでついていってもいいかなと思います。まあ、ただ、来週の14日のその CPI は、まあ、全然後出しでいいと思うんですよね。まあ、ギャンブル性を求めるなら先出しっていう方も多いと思うんですけど、今回に関しては、その数字次第では、一定期間長引く可能性があるんで、例えば円安方向の数字が出た場合は、後出しでも十分その、1時間とか1日だけじゃなくて、数日から数週間、下手したら数ヶ月の方向性が出るぐらい、重要なもんなんで、後出しでもしっかりこう、方向が合ってる方に乗っていけば、そこまでギャンブルする必要ないかなと思うんですけどね。まあ、あとはその、直前にね、そのイベント直前に、この今の日銀の動きでどこまで円安になってるか、どこまで円高になっているか次第だと思いますね。これでもう一気にその14日前に128とかね、127ぐらいまで行ってれば、まあ円安狙いというかね、で、ちょっと、ギャンブルでロング行ってみようとかっていう方もいるかもしれないですし、まあその段階ですでに132とか133ぐらいまで行ってれば、まあ無理にロングで攻める
ギャンブル全面はする必要ないかなっていう気もするし、まあその直前ね、本当イベントギリギリ数十分前の動きで、まあ自分としてはですけどね、自分としてはその小ロットで攻めた方がいいと思いますね。で、攻めるなら後出しでがっつり勝負すればいいと思ってますけど、というふうに、まあ流れを見てます。で、今回はですね、その、日銀の、次期総裁ですかね、に、まあ、黒田さんの次に植田さんという方が出て、報道が出て、今サプライズで大きく動いているということで、まあ為替の動きというかね、メインで紹介させていただきました。まあ、次の動画でいつも通り、今日の注目銘柄、決算が多いんですけど、紹介させていただきたいと思います。で、よかったら、下の概要欄にですね、自分がやってるツイッターのリンクありますので、ツイッターフォローしていただいて、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。We'll be right back.